曜日に広島でほぼ似たような話題を喋って、この中で聞いてる人が何人か実はいたりするんですけど、つかみネタは多分一緒です。はい、ただ一個ちょっとベタなのはもうできましたけど、ちょっとまだ自己紹介なので、ピオクラと言います。ハンドル名です。さっきソウルネームとか魂の名前とか言ったんですけど、ピオクラと言います。本名はホズルと言います。岡山の人間で、ですね、今は製造業の社内水やってるんですけど、前職ではですね、SIA というか、にいまして、そこの本社が、本社というか本体が、僕の部署の本体が広島だったこともあったりして、お仕事で広島に今、行ったりしていました。広島さんでも、ちょいちょい喋らせていただいております。で、ASP.NET とか AS のカテゴリーで、MVP、こういった形になります。で、ちょっとつかみネタというか、アイスブレイクというかですね、まあ、広島にはもうちょくちょく来させていただいて、広島さんもよく来させていただいてるんですけど、結構子どもの頃からですね、広島には来てまして、ですね、最近、まあ、大人になってもですね、さっきの仕事絡みでよく来てたんですけど、それは辛い思い出になるので、ちょっとしゃべりたいと思ったんですけど、子どもの頃ですね、実は僕、無線の免許マニアだったから、免許マニアってどういうことだと思うかもしれないんですけど、よくあるアマチュア無線ありまして、まあ、あれは当然取ってるんですけど、どっちかというとですね、特殊無線技師っていう業務用の無線がいろんなのがあるんですね。なぜかそれを総なめにしてかかってたんです。小学校3、4、5年ぐらいの頃。だからですね、当時ちょうどね、なんか資格の名前が切り替わる頃だって、あれなんですけど、今でいうとレーダー級っていうレーダーの免許、航空級っていう航空無線、飛行機のパイロットが必要な免許とか、あと漁業用の無線ですね、今海上3級とかかな、1級とか、あとタクシーとか警察無線の基地局の責任者に必要な免許とか、あと一番自慢してたのは、陸上1級っていうパラボラアンテナの送信施設、テレビの多重放送局の責任者になれる免許を、多分当時小学校 5年か6年だったんで、多分日本最年少の新聞に載ったっていうっていうのがあったんですけど、その時の試験、一発試験で来てたんですが、広島県に来てたんですね。場所がちょうど、ここから言うと平和記念公園の向こう側に中国新聞社さんがあると思うんですけど、土橋の方ですかね、に小学生の頃は学校休んで平日にあるんで起きて、試験ってどうせ1時間2時間ぐらいですか、受けてちょっと観光して美味しいもの食べて帰るというのがすごい楽しみで、それが楽しみで試験を受けてた、多分親父にそれで釣られてたんだと思うんですけど、まあ、それでそんな頃から広島よく来て、あの頃ね、一番好きだったのが広島駅の改造する前の駅ビルというかの上にお好み焼き屋さんとかいっぱいあるところで、なんかね、言い方が悪いんですけど、小汚いというか、なんか飲み屋さん、居酒屋さんがあって、なんか壁中にね、メニューがいっぱい、手書きのメニューがうわーって貼ってある店があって、そこでなんかお刺身とか食べるのがすごい好きだったなという、まあ、どうでもいい思い出があります。で、最近はですね、ちょっと今食べ物出られましたけど、上本さんがすごい美味しい店でいろいろ連れてってくれるので、僕の中で広島はすごい美味しい食べ物がある場所というふうに認識して、あまり無駄話の中にしてもらうと、まあ、そんな感じで今日もよろしくお願いします。で、今日はこんな感じでいきますが、この2つご存知の方おられます？そもそも知らないのは他だと思うんですけど、この中ではどっちかというと私開発者だよ、なんかアプリ開発とかしてますよとか、これぐらいはありますよ。 ありがとうございます。じゃあORM、OR マッパーとか ORM っていう単語はご存知で使ったことあるので、ありがとうございます。まあ、こんなものってことで、これをとりあえず知っていただくというのが僕の今日のミッションだと思います。なので、皆さんに、まあ、提供したいというか、まあ、今日のゴールとしては、まあ、まず .NET 向けのデイリーアクセス
OR マッパーなどでデータベースアクセスの話ですね。まあ、どんなのがあるかというのをちょっとざっとお話ししてみたいと思います。ちょっと基礎を振り返る形になるかもしれません。でそれから OR マッパーってこんなものだよっていうのをちょっとだけさらっとお話ししたいと思います。まあ、ここ深くやると僕もボールがいっぱい出てくるの で、 でそれから最後、Dapper.net っていうちょっとソリューションというかライブラリがあるんですけれども、それを今日ご紹介します。ということで、こんな流れでいこうと思います。時間は、てか時間何分までありますか ?20分からだから、10分までですね。10分までぐらいですかね。はい、ちょっと時間配分を考えながらいこうと思います。そうですね。じゃこんなお話をしたいと思います。ドットネットで、データベースにアクセスするときの一番基本になるというのが、ado.net になります。この辺を知ってるからいいよっていう方は、あれですよ、そんな遠慮しなくてもいいです、はい。ado.net っていうのはまあ基本になってて、これの一番の基本はいろんなデータソース、いろんなデータベース製品とか、実は DB 製品だけじゃなくて Excel とかテキストファイルまで実はターゲットになるんですけど、同じインターフェースを使ってアクセスできる、一貫性を持ったソースでアクセスできるというのが一つポイントになっていると思います。どんな感じかっていうと、まあ、ちょっと細かく説明してもあれなんですが、一番下がまあ データベースとか、XML ファイルとか Excel とかだと思ってください。でそこに、この橙色の部分が ado.net のデータ範囲で、データプロバイダーって呼ばれる、まあ、なんかこんなリーダー、データリーダーとかトランザクションとかコネクションとかあるんですけど、こんなものがあって、それをプログラムが直接触る、もしくはこちらですね、データセットってちょっとまた何か出てきてるんですけど、それを介してプログラムが触る、そんなものになっています。で、どっちかというとここがコアなベースの部分ですね。データセットっていうのはちょっと後から軽くお話ししますけれども、でも簡単な OR マッパーみたいなものだと思います。まあ、こんな感じなので、このデータプロバイダーっていう部分をいろんな製品ごとに用意すれば、同じような操作でいろんな製品が使えるっていうのが、まあ、一つポイントになっていると思います。まあ、いろんなのがあって、各製品ごとにチューニングされた専用のドライバーっていうのも存在しますし、汎用のものとして、OLDB とか ODBC とかドライバーをかまして、やるってこともできます。まあ、ただ大体はこっちが揃っているので、基本はこっちを使えばいいんじゃないかなとは思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと細かいところを除きますけども、こういったインターフェースを継承することで同じような操作ができるという感じになります。で、AdNet の AdNet の基本は大体3つ、3ステップというかですね、データを取得してくるのは大体3ステップぐらい必要と思ってください。コネクションオブジェクトってコネクションっていうので接続をします。で、今度はコマンドってオブジェクトに対して SQL 文を突っ込んで用意してあります、データ取ってくるセレクト文とかで DML だけじゃなくてテーブル定義とかそんなの当然流せます。でそれを実行する。で、値が返ってくるときレコードを読みますよ、データベースを読みますよっていうときはデータリーダーっていうものが返ってくるので、今度それを順次アクセスして見ていく。データベースのテクノロジーとかカーソル回して読んでいく近い感じですかね。まあ、そんな感じでアクセスしていく。でこの3つの流れがデータ取ってくるのが一番基本かなと思います。はい。で、だから DB があってコネクションオブジェクトが接続を作って、でコマンドがそれを実行して、データが取ってくれればデータを回してくると、そういう流れになります。はい、ここだけちょっと軽く頭に入れておいて、復習というかちょっと後でも、ここを思い出してくださいというのが出てくるかもしれません。なのでコードの例なんですけれども、ちょっとだけ、実際のコードをですね、お見せしたいと思います。
しまったな。よし。ちょっと簡単なデモで、あんまりプログラムとしてややこしいことはちょっとしませんけども、データベースを引くから、データを引っ張ってきて取ってくるっていうのをちょっとお見せします。で、これぐらいなら見えます。なんとか見える感じです。ちょっともうズボラをやって、ライブコーディングやると失敗すると嫌なので、ドラをやってますけれども、ちょっと画面に全件を出す、なんかデータベースの中を舐めて全件を出すっていうのが、まあ、大体こんなコードになるぐらいで、やってればいいんですが、先ほど、スライドで、ちょっと図で説明してたんですけど、合わせていくと、まずここでコネクションっていうコネクションオブジェクト、コネクションを作ります。ここに今接続のジェネスがあるんですね。で、SQL 文を今回はエンプロイーという、まあ、テーブルからですね、なんか社員の ID と名前と、まあ、この辺のものを取ってくるっていうのをちょっと想定していますが、SQL 文を書きます。でそれを今度コマンドオブジェクトっていうものに SQL 文をセットしてコマンドオブジェクトを作ります。で今度コマンドオブジェクトで、リーダー実行っていうのを実行すると、こんな、データリーダーというオブジェクトが返ってきますので、それをホワイトでぐるぐる回しながら、ね、画面を表示するとそんな感じです。ちょっと実行してみましょう。まあ、なんか名前が何変化もないのでこれだけなんですけど、まあ、今のような感じのことがごくごく基本になると思います。じゃあ、まあ、電源ちょっと取ってくるのが分かりました。もう一つですね、ちょっとサンプル、ちょっと後に出てくるところを引き継ぐためにもですね、ちょっとだけややこしいのを流しておきます。ご紹介しておきます。アプリケーションでデータベースを使うときで、データベースにパラメータを何か与えたい。例えば今のだと、何か条件を絞り込むとかっていうときに、文字列としてプログラム中で作っちゃうと、まあ、よくある変なものに文字列とか突っ込まれて脆弱性になっちゃう SQL インジェクションとかよく問題になったりしますけれども、そんなことにならないことはないんですけど、なりにくいようにするためにですね、だいたいデータベースっていうのはこういったパラメータを足してバインドするっていう安全に、やるパラメータライズドクエリっていうのをだいたい持っている。これを ADO.NET から使おうとするとどうなるか。基本はまあコネクションを作ってコマンドオブジェクトに SQL 文を突っ込む。違うのはここに Age が何とか Age っていうのにここに与えられたものよりでかい Age のものだけ引っ張ってこようっていう SQL 文なんですが、ここのパラメータをどうやって渡してやるかっていうとちょっと面倒くさいんですね。パラメータオブジェクトっていうのを作って、それにいろいろちょっと属性を設定してあげます。これはイント型のパラメータだよとかですね、方向、アウトプットするパラメータっていうのが存在するので、これはインプットだけだよとかですね。で、最後にパラメータとして与える値、25、ゲージが25よりでかいものを受けたので25をセットする。っていうのをまたコマンドオブジェクトの中にセットしてあげて実行するっていう、ちょっとめんどくさいことをやる必要があります。まともにやるとですね、まあ、この辺はデフォルト値とかがあるので省略できるものもあります。でこれを実行すると、まあ、さっき産業出てたんですけど、25 Age が25よりでかいものだけがまあ取ってこれる結果になります。まあ、こんな感じ。まあ、ここでポイントはパラメータ1個追加するだけでこんなの書かないといけない。実際に1個だけで絞るとかなくて、多分いろんな条件で絞ったり動的にこの条件で今回は使うけどこっちの条件は使わないとかいろいろあると思います。こんなことをやらないといけないのはちょっと面倒くさいのっていうのだけ意識してください。で最後もう一つですね、今ここリーダーで
ぐるぐる回しながら直接出力をしていますけれども、実際にはそんなことなくてですね、取ってきたものを画面にすぐ出す、すぐ使うじゃなくて、オブジェクトとして変数として一回キープして、アプリの中でいろいろそれを使うっていうのが実際には多いんじゃないかと思います。でそういった時にどうするかですね、それをちょっとお見せしたい。邪魔くさいのを消してで、よいしょ、一つ、ですね、まず取ってきた値、さっきのユーザーのなんか情報を入れる入れ物のクラスを一つ作っておきます。エンプロイエンティティと取り出しました。こんな入れ物のクラスを作って、取ってきたデータをこれに入れて渡してもらいたいっていうふうに。